ワンプラスミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。シフトコントロールでーす。こんにちは。こんにちは。僕らそのチャンジです。ベース宮崎亮太です。ギターの岡村です。ドラムの熊田です。我々シフトコントロール、10月14日に、セカンドミニアルバムスローモーションの発売が決定しました。スローモーションセカンドミニアルバム作ってみて、いかがですか、宮崎さん。はい。もう確実に前作悪態イメージを落ちる作品になったんじゃないんでしょうか、と、みんな的に。はい。そうですね。まあ、超えてます。あの2曲ね、今聴けるやんね。うん、すでにね。あの2曲聴いたら分かるやろ。ね。すでに。結構その、曲の色がそれぞれバラバラ違ってて、全部いろんな人に刺さる曲になったんじゃないかなと。虹のような。虹のような。もう虹。あ、確かに。アルバムタイトル。はい。我々シフトコントロール、インスタグラム、ツイッター、あと YouTube で、ラジオだったり、ブログもやってますので、それぞれよかったらチェックよろしくお願いします。お願いします。はい。続きまして、マイ検索ワードのコーナーです。あ、来た。検索の時もね、そう、やらせてもらって、あと、はい、みんな一人ずつね、うん、一人ね、一つおうち検索ワードとかやったので、そうだね、3回目やらせていただきますけども、はい、今回は、私、チャンジが最近検索した、はいはい、ワードを聞いていただきたいと思います。はい、はい、私が最近検索したワードは、抗酸化作用、食べ物。抗酸化作用食べ物、うん。抗酸化作用って知ってる？うん、わかんない。まず、なんか、漢字はなんとなくわかるよ。あのね、うん、まあ、酸、抗酸化だから、納豆。え錆びるみたいな。そうだ、酸化しない。酸化してない。あ、抗って、あれだ。高いわけじゃなくて、あれだろ、みたいな。酸化するのを防ぐ。あつまり、だから、老化するじゃん、人間って。うん、何もかも老化するじゃん。なるほど。で、その、で、だから人はさ、シワが増えたりさ、うん、その、体が衰えたりするんだけど、はいはい、それを、こう、ちょっと抑える食べ物あるかなと。あるんですね。僕も今、27歳なんで、はい、そろそろね、おっさんに、おっさんに、おっさんに近づいていってるからね。なんかアンチエイジングみたいな。そう。で、結果、何が一番良かったかって、バナナ。そうね。だからそれを知ってから、最近たまにバナナ買って食べてます。マジ？食べてる。本当？見たことなかった。まあ。そうか。美味しいよかった。おすすめ。僕はまあ、消化にもいいし、全然バナナ好きじゃない。でも、そう、ね、27歳だもんね。なるほど。なるほど。食物繊維もあるし。なるほどね。うん。もうラーメンばっか食ってる場合じゃないね。そうだね。バナナ食べてください。バナナ、はい、かしこまりました。すいません。はい。以上、シフトコントロールでした。